姉ちゃんの家に行ったらボロボロでガリガリの女の子が出てきたんだけど、誰なのこの子。ちょっと何勝手に人の家に入ってんのよ。え、だって前に鍵をくれていつ来てもいいって言ったじゃない。そんなこと言ったっけ。やだな、自分で言ったのに忘れたの。そうだったかな。それよりいつ日本に帰ってきたわけ。連絡くらいよこしなさいよ。ごめん、脅かそうと思ってさ。会社で1ヶ月のバカンスをもらって一昨日帰国したの。バカンスなんて言うまでいいわね。でしょ、日本じゃこんなに休みを取れないもんね。それよりあの子は誰なの。は、知らない。知らないって、だってお姉ちゃんの部屋にいたんだよ。ガリガリで髪の長い小さな女の子が。え、もしかして幽霊。え、お姉ちゃん取り憑かれちゃったの。引っ越した方がいいよ。その子はね、近所の子なのよ。だってお姉ちゃんの部屋の中にいたんだよ。よその子が勝手に家に入るわけないじゃない。その子にも鍵を貸してあげたの。え、なんで。それは仲良くなったからよ。なんかかわいそうだったし。なるほどね。あまりに気の毒でお姉ちゃんが面倒を見てあげてんのね。そうなのよ、私って優しいから。犬でも猫でもつい放っておけないのよね。でもびっくりしたよ、いきなりパンを恵んでくださいって言われてさ。で、あの子いくつなの。4歳だったかな。そうなんだ。名前や年齢を聞いても何も答えてくれなくて、お腹すいたしか言わないのよ。家でよほどひどい目に遭ってるのね。そうなの、気の毒でしょ。だからね。名前は知ってる。さくらよ。よその家の子だけど、あんまりにもひどいでしょ。だから鍵を渡していつでも私の家にいていいよって言ってあげたの。お姉ちゃん優しいね。今日会えなかったし、また明日お姉ちゃんのところに行くね。え、なんで。5年ぶりに帰国した可愛い妹に会いたいでしょ。明日は土曜日だし休みでしょ。なんか都合悪い。だって明日も仕事で家にいないから。お姉ちゃんってそういえば何の仕事してたんだっけ。今はいろいろとやってんの。すごく忙しいの私は。なんだ、せっかく日本に帰ってきたから会いたいのにな。でもさくらちゃんのことも気になるし、明日も行くね。来なくていいわよ。あ、そうだ、部屋の掃除しといてあげるよ。お姉ちゃん、あれじゃまるで大部屋だよ。だから忙しいの、掃除する暇なんかないんだもの。お姉ちゃんって子供の頃から掃除苦手だよね。だからやっといてあげる、どうせ私暇だしさ。夕飯も作っといてあげるよ。何時頃帰ってくるの。余計なことはいいから。遠慮しなくていいって。せっかく帰国したんだからお姉ちゃんに会いたいんだもん。両親に早く先立たれて二人っきりの家族なんだしさ。遠慮じゃないのよ。あ、そうだ、部屋が綺麗になったらお姉ちゃんのところに泊まろうかな。ホテル住まいにそろそろ飽きてきたしさ。無理無理、私仕事忙しいから、あんたの面倒なんか見られないもの。だから私がいる間は私が面倒を見てあげる。お姉ちゃんとも一緒にいたいしさ。泊まるのはやめて、できれば家にも来ないでお願い。私は陽子、30歳。私たちの両親は私が高校生の時に交通事故で亡くなりました。とても悲しい出来事でしたが、幸いかなりのお金を残してくれたので生活に不自由することはありませんでした。私は海外で学ぶことが幼い頃からの夢でした。その夢を叶えるのに十分なお金を両親は残してくれました。でも姉を残して日本を離れることに躊躇して、一度はその夢を諦めようとしたのですが、姉が私の背中を押してアメリカへ送り出してくれたのです。そして卒業後は日本に戻らずにそのまま就職。姉とは LINE で連絡を取り合ってはいたものの、なかなか帰国することができず、やっと5年ぶりに帰国したのです。日本へ帰ったら真っ先に姉に会いに行こうと決めていました。なのに姉は忙しいと言って一向に私に会ってくれません。どうしちゃったんだろう。私は姉に来ないでと言われたものの、女の子のことも気になり姉の家へと向かいました。それがとんでもないことにつながっていったのです。数日後、お姉ちゃん、燃えないゴミってどう処分すればいいの。はい。お姉ちゃんの部屋を掃除したよ。床が見えるようになってかなり綺麗になったからね。どうして部屋に来るのよ。だってさ、仕事が忙しくて掃除する暇がないんでしょ。だからやってあげたよ。勝手なことしないで。あ、お姉ちゃんのオタクコレクションは捨ててないから安心して。っていうかさ、ペットボトルとかお弁当のゴミとかそういうものを捨てただけでもかなりマシになったよ。ちゃんとゴミは捨てようね。
わかったわよ。それで子供なんだけど、さくらちゃんなら一緒にお掃除手伝ってくれたよ。いい子だね。何か言ってた？ん？何も。むしろあの子ちゃんと喋れるのかな。話しかけても首を振るだけで声に出して答えてくれないんだよね。そう、喋ってないのね。それでさ、お風呂に入れてあげて髪の毛を切ってあげたらすっごい可愛いの。びっくりしちゃった。え、そんなことまでしたの？何やってんのよ。え、ダメ？っていうか、あ、そっか、よその家の子供なのに勝手なことしちゃったかな。でも何日もお風呂に入っていない感じがしたんだよね。お姉ちゃんもそう思うでしょ？そうね。こんなに綺麗になったら家に帰った時に親に気づかれちゃうか、まずかったかな。まあいいわ。ねえ、どこの家の子なの？さくらちゃんにいくら聞いても教えてくれないんだよ。私も知らない。近所のどこかの家みたいよ。アメリカだとさ、こういうケースは必ず通報しないといけないことになってるんだよね。日本ってどうなの？日本は通報したって無駄よ。どうせ行政は何も動かないんだから。そうなんだ。ねえ、その子に関わるのをやめなさいよ。え？ずっと日本にいるわけじゃないのに変に優しくしたら味を占めるわよ。味を占めるなんてそんな言い方しなくても。子供って少し優しくするとつけ上がるのよ。調子に乗り出すわよ。そんなことないと思うよ。だいたい陽子がずっと面倒見られるわけでもないでしょ。中途半端に優しくするのやめなさいよ。まあ確かにずっと日本にいられるわけじゃないけど。優しくされて期待持たせてそれで捨てることになるわよ。かえってかわいそうでしょ。それはそうだけど、でもお腹を空かしている子供をそのままにするわけにいかないでしょ。いいのよ、ほっとけば。だってお姉ちゃんもかわいそうだから鍵を預けて家に入れてあげてるんでしょ。まあそうだけど、やっぱり警察に連絡しようか。警察なら保護してくれるんじゃないの？警察なんかやめて。このまま家に帰したらご飯ももらえないし、お風呂にも入れてもらえないんだよ。いいのよ、構うことないわ。どうして？アメリカだったらこんなことしてたら警察に親は捕まるのよ。12歳以下の子供に長時間の留守番をさせるだけでもいけないんだから。ここまで構っていないのなら日本でだって何か罰則があるんでしょ。うるさい。ここはね、日本なの。アメリカがどうだろうと関係ないのよ。でも見過ごせないでしょ。お姉ちゃんだってそう思ったから家に入れてあげてるんじゃない。私が何をしようとほっといて。どうせ警察も何もしやしないんだから。むしろ通報なんかしたらご近所から白い目で見られるのよ。え、そうなの？あんたは日本を離れてたからそんなこともわからないわよね。ご近所の目は怖いんだから。余計なことをするとここで暮らしていけなくなるの。でも、陽子も私の部屋からさっさと出て行きなさい。あんたがいると邪魔。そんな、お姉ちゃん、なんだか変わったね。私は変わってないわよ。あんたがアメリカかぶれしてきただけよ。私は何も悪くない。一週間後、さくらをどこへやったの？お姉ちゃん、やっと連絡がついたね。さくらが家にいないんだけど、あんたが連れ出したんでしょう。違うよ。あんた以外に連れ出す人なんかいるわけないわ。さっさと返しなさいよ。警察に通報するわよ。いいよ、通報すれば。え？むしろ警察がお姉ちゃんを探してると思うけど。どういうことよ。お姉ちゃんに家に来るなと言われた後も私は何度も言ったんだよね。そしたらさくらちゃんは毎日その部屋にいた。だから鍵を渡してあるから。どう考えてもおかしいよ。掃除してみたら部屋の中から子供服が何着も出てきた。さくらちゃんはお姉ちゃんの子供だよね。それはお姉ちゃんが病院で赤ん坊を抱いて嬉しそうにしている写真もあったし、母子手帳も見つけた。ねえ、どういうことなの？そうよ、さくらは私が産んだ子よ。なんで自分の子供じゃないなんて言ったの？しかも全然世話もしないでかわいそうじゃない。かわいそうなのはこっちよ。生まれたはいいけど世話をするのは大変なんだもの。赤ん坊を育てるのは大変に決まってるじゃない。その覚悟もなく子供をどうして作ったのよ。だって彼が一緒に育てようって言ってくれたのに、生まれた直後によそに女作っていなくなったのよ。え、嘘。お金も全て持ち逃げされて生活するのも必死だったのよ。そうだったの？知らなかった。教えてくれればよかったのに。あんたに言ったってアメリカにいるんだもの、役に立たないじゃない。でも姉妹なんだよ、連絡してよ。
連絡したからってどうなるのよ。それはそうだけど、5年間 LINE だけで一度も帰国しなかったくせに偉そうに言わないで。ごめん、まさかお姉ちゃんがそんな大変なことになってるって知らなかったから。それにあんたは夢を叶えにアメリカに行ったんでしょ。心配させたくなかったのよ。知らせたら陽子のことだもの、夢を諦めて日本に帰ってきちゃうでしょ。そうなんだ、お姉ちゃんなりに気を使ってくれたんだね。本当のお姉ちゃんはすごく優しい人だもんね。だから私は一人で必死にやってきたのよ。きっとさくらちゃんの父親も一緒にちゃんと生活できてれば、こんなに追い詰められることもなくいいお母さんになれたはずだよね。あいつが出ていかなければこんなことにならなかったの。でもさ、だからってさくらちゃんの育児をやらなくてもいいってことにはならない。幼いさくらちゃんが頼れるのは母親だけなんだよ。あいつうるさいのよ。やたら泣くし、すぐお腹すいたとか言うし、面倒ったらありゃしない。それならさ、もっとどこかに頼ればよかったじゃない。行政に連絡すれば一時的に養護施設に預けることだってできるんだよ。行政が何をしてくれるのよ。偉そうに私に説教して私からさくらを取り上げるだけよ。子供はね、母親と一緒にいる方がいいのよ。母親と一緒にいて幸せならその方がいいと思うよ。でも今のさくらちゃんはお姉ちゃんと一緒にいて幸せなのかな。うるさい、私の子供なんだから私が何しようが勝手でしょ。母親なら何をしてもいいわけじゃない。いいのよ、私のものなんだから。あの子がどうなろうと私の自由よ。お姉ちゃんいい加減にして。あんたも偉そうに私に説教するんじゃないわよ。私のことなんかほっといてよ。ほっとけないよ、家族なんだから。うるさい、私はね、子供を抱えてお金もなくて必死にやってきたのよ。大変だったと思うよ。でもお姉ちゃん、今は生活保護を受けてたんだよね。お金はなんとかなったんじゃないの。生活保護なんて少ししかお金をくれないでも物足りないのよ。違うよね、男ができて遊び歩いてそれでさくらちゃんが邪魔になったんでしょ。え、何度もお姉ちゃんの家に様子を見に行ってたら市役所の福祉課の人に会ったんだよ。それでここ数年のお姉ちゃんの様子を教えてもらった。あいつら余計なこと喋りやがって。福祉課の人が言ってた、男の人ができてから部屋に入れてくれなくなって、そのうち連絡もなかなか取れなくなったって。子供のこともあるし心配してたよ。あいつはね、来るたびにお説教しかしないの、めんどくさいのよ。それお説教なんかじゃない、心配してるんだよ。あいつらが心配なんかしてるもんですか。そんなことないって。お姉ちゃんの周りにはちゃんと手を差し伸べようとしている人がいるんだよ。私もその一人なんだよ。うるさい、私に口出しするな。さくらを返せ。さくらちゃんは今養護施設に保護されてるよ、3日も前からね。何よそれ。お姉ちゃんと連絡取りたくてもずっと返事を返してくれないし、部屋で待ってても帰ってこない。ずっと男と一緒だったんでしょ。そうよ、彼と旅行に行ってたの。楽しかった気分があんたのせいで台無し。だから警察に連絡をして保護してもらいました。そしてお姉ちゃんのことを警察が探してる。ちょっと、それって私が逮捕されるってことだろうね。あんた姉を警察に言ったのね。私だって好きでそうしたわけじゃない。ひどい、勝手なことしないでよ。ごめんね、お姉ちゃんが大変だったことにもっと早くに気がついてあげられればよかったよね。すごく後悔してる。でもこれ以上後悔したくないの、だから警察に連絡した。分かったよ。そんなの言い訳よ。お願いだからお姉ちゃんは一度ちゃんと人生をリセットして、それでもう一度やり直して。ふざけるな、私は警察に捕まるのなんか嫌。お願いよ、もう一度昔のような優しいお姉ちゃんに戻ってよ。そんなことできるもんか。せっかく男を捕まえてこれからってところなのに。私はお姉ちゃんのこと信じてる、必ず変わってくれること待ってるからね。後日談。姉は捕まり、保護責任者遺棄等罪などの罪に問われて今は塀の中にいます。数年間は出てくることができません。その間に同じことを繰り返さないためにカウンセリングなども受けています。私は1ヶ月のバカンスが終わり、さくらちゃんを連れてアメリカに戻りました。
さくらちゃんは言葉の通じない場所で最初は戸惑っていましたが、今ではお友達もできて笑顔を見せてくれることが増えました。これまで経験のない小さなことの生活に不安はありますが、さくらちゃんと一緒に姉の帰りを待ちたいと思います。それまでは私が責任を持って育てていきます。外に出てくる頃にはきっと昔のような穏やかな姉になってくれると私は信じています。